こんにちは。猫じゃらし文芸部です。人間とは何か、そんな永遠のテーマを文芸を通して考えていきます。今日は、芥川龍之介の世界、小説、みかんを取り上げます。それでは、テーマ、そして読み解き、最後に作品のメッセージと感想の順でお話をしていきます。テーマは、目に映る色彩が心を癒した瞬間。頭の中の 言いようのない疲労と検体。私の気分と同じ赤幕とした夕暮れの駅のホーム。ようやくほっとした電車の席に現れた田舎娘。その下品な顔立ち、不潔な服装、二頭と三頭をわきまえぬぐどんに腹が立つ。新聞に目を落とすと世間はあまりに平凡な出来事ばかり。まるでこの小娘がもたらす卑俗な現実のように、 不可解な、過当な、退屈な人生の象徴だった。そうして数分後に予期せぬことが起こる。小娘の行為が私に言いようのない疲労と倦怠と、そして不可解な、過当な、退屈な人生をわずかに忘れさせてくれたのだ。それでは読み解いていきましょう。 ある曇った冬の夕暮れ、私は横須賀発登り二等客車に座り、発車を待っています。頭の中には何とも言いようのない疲労と倦怠がどんよりした影を落としています。発車の笛が鳴り、かすかなくつろぎを感じていたところに、けたたましいひよりげたの音が聞こえ、十三種の小娘が一人、慌ただしく入ってきて前方に座ります。娘は、 髪を異常返しにゆい、両方は気持ちの悪いほど赤くほてり、いかにも田舎者らしい。赤じみた毛糸の襟巻きをして、膝の上に大きな風呂敷包み、手には三刀切符をしっかり握っています。私はこの小娘の下品な顔立ち、服装の不潔さ、二刀と三刀との区別をわきまえない愚鈍な心が腹立たしく感じます。疲労と倦怠の中、 私の目の前に現れた不快な田舎娘。記者がトンネルへ入ると一瞬走る方向が逆になったような錯覚がします。勇敢の紙面は大戦後の公安問題や特色事件、結婚や死亡広告などでうんざりします。このトンネルの中の記者と田舎者の小娘と平凡な記事に渦まっている勇敢とこれが不可解な過当な 退屈な人生の象徴だと思います私はうつらうつらし始めます。ふと気がつくと、小娘は私の隣へ移り、しきりに窓を開けようとしている。まさにトンネルに入ろうとするとき、閉めてある窓の戸を開けようとする。その理由が私には理解できなかった。ガラス戸は とととうタリッと下へ打ち窓が開いたどす黒い空気がもうもうと車内へみなぎり出した私はひどくせきこむが小娘は気にかける様子もなく窓から外へ首を伸ばしてじっと汽車の進む方向を見合っている汽車はトンネルを抜けて古僧の山と山との間に挟まれた貧しい町外れの踏切に通りかかっていた踏切の向こうに頬の赤い 三人の男の子が目白押しに並んで立っている。記者の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を挙げ、歓声を一生懸命に飛び散らせた。娘は勢いよく左右に手を振る。たちまち心を踊らすばかり、みかんが五つ、六つ、記者を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた。温かな日の色に染まったみかんが子供たちの上へ乱落する。 小娘はこれから方向先へ赴むこうとしており、その懐のみかんを窓から投げて、踏切まで見送りに来た弟たちの牢に報いたのである。私の心の上には切ないほどはっきりとこの光景が焼き付けられた。そうして、ある得体の知れないほがらかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。最後に本作品のメッセージと、 感想をお話しします。白母に浮き上がるメカンの代々が憂鬱を忘れさせる。疲れて汽車に乗る私。乗客は他になく発車の笛を待つ。薄暗いプラットフォーム。人影もなく檻の中の子犬が悲しそうに吠え立てる状況は私の心持ちと同じ陰鬱な情景です。そこに小娘が乗り込んでいきます。 下品な顔立ちや不潔な服装、二等と三等の区別のない愚鈍な性格、気を紛らわそうと勇敢に目を通してもつまらぬ記事ばかり。このトンネルの中の記者と、この田舎者の小娘と、そしてまたこの平凡な記事にうずくまっている勇敢と、これが象徴でなくて何であろう。不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。そう感じていると、 小娘が窓を開けて五六カのみかんを白母の中に勢いよく投げます。幾かのみかんが空に浮かび上がり、そして落ちていきます。その先には見送りに来てくれた弟たちの姉思いの姿があります。みかんは娘から弟たちへの感謝の気持ちです。母食を帯びた町外れの踏切と小鳥のように声を上げた三人の子供たちと、 そしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に瞬く間もなく通り過ぎた。みかんのおかげで憂鬱だった私の心象風景が一瞬明るくなります。純真で無垢な行為に人間の命の輝きを発見する。芥川といえば一高から東大へ無試験で入り、 成績は文化で2番の超秀才です。当時27歳で、横須賀の海軍機関学校の教官として勤務しており、横須賀線で通勤しています。横須賀駅から乗った汽車で、故郷から方向に行く娘とのひとときを作者の体験をもとに描いたエッセイのようなものです。この頃の芥川は、教官と作家の2つの顔を持って生活をしています。 職業としては英語教師であり、一方で作家としての芸術活動があります。当時の心境を表した永久に不愉快な二重生活という所感が残っています。ミカンの主人公の私、つまり芥川にとって共感と作家の狭間で悩んでいたのです。新聞の記事にはベルサイユ講和条約や特色事件などが並びます。各国の むき出しの利害であったり、公務員の金にまつわる不正行為など、芸術市場主義の教養あふれるアクタガーにとって、まさに不可解で、過当で、退屈な時世なのでしょう。大正デモクラシーの明るい時代の陰では、米騒動や戦後不況、さらには軍艦の音も高なる憂鬱な気分であり、特に田舎の農家は厳しい状況です。生活家から、 年頃の子供は方向に出されます。方向先では朝100からの虫きや小森、洗濯や掃除など過酷な日々が待っています。13歳で家族を助けるための労働力としていつ方向明けになるのかわからない日々の始まりです。そんなことを知ってか知らずか見送りに来てくれた弟たちをこれから方向に出る娘は大空に投げるみかんで ねぎらいます精一杯の身だしなみの胃腸返しの神せめてもの花向けに戸渡されたみかんだったのでしょうつらく厳しい生活を一瞬の光景が忘れさせてくれますその象徴が暖かな日の色に染まったみかんです私は何か報われるような気持ちが湧き上がってきます大正期の西洋教養主義のまさに先端にいる芥川です 後に書いたある阿坊の一章の序には、二十歳の秋田川は丸禅の二階の洋少を眺めながら、開花の人々を見て、しみじみと、人生は一行のボードレールにもしかないと記します。しかし、このみかんは、兄弟の別れに際して、幾かのみかんの鮮やかな大の色に、一枚の絵にも似た強い生命力を感じ取ったのでしょう。それは、 書斎の中の教養では得ることのできない木突ではあってもかけがえのない命の輝きです私は公然と頭を上げて別人を見るように小娘を注視します公然とは自信や誇りに満ちた息が盛んなさまです小娘に対する作者の意識が変わったのですしかし小娘は相変わらずひびだらけの頬を 萌え木色の毛糸の襟巻きに埋めながら大きな風呂敷包みを抱えた手にしっかりと三刀切符を握っています。私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠と、そしてまた不可解な過当な退屈な人生をわずかに忘れることができたのである小娘のおかげで生きる活力を得たのです。そう、純粋無垢な兄弟たちの思いやりと、 白母に浮かぶみかんの美しい光景を焼き付けることで、私は人生の憂鬱を一瞬忘れることができたのでした。以上、みかんでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。